こんにちは、ポップグランピーの小井戸です。寒い日々が続きますが、皆様元気に過ごされてますでしょうか。なかなか寒いと外に出るのも億劫ですが、でも仕事には行かなきゃいけない、自転車通勤しなきゃいけないっていう方も多いと思います。今自転車通勤をされている方、そしてこれから自転車通勤にしようかな、でも寒いからどうしようかなって迷っている方のお役立ちができればなと思って、今日は、そして次もなんですけど、スタッフの冬の自転車通勤にこうスポットを当てた動画を撮ろうと思っています。その自転車通勤、まあ、私はすごく楽しく、あの冬も楽しんでやってるんですけど、まあ、スタッフのみんながどんな風に思ってるのか、辛いこともあるかもしれないし、楽しいこともあるかもしれないし、あと服装のこと、防寒のこととか、自転車に乗るにあたって気をつけてることとか、みんなそれぞれいろいろあると思うので、そんな話も聞けたらなと思っています。これから自転車通勤してみようかなっていう方の後押し、背中を押せればなと思っています。それでは今日の動画は女性スタッフ編になります。それではどうぞ。おはようございます。今日も寒いですね。すごい寒いです。出るとき雪降ってました、うん、雪降ってました。あ、やっぱりそう。でも道路大丈夫でした？道路は大丈夫ですか？道路は大丈夫でした。良かったです。はい。さあ、冬の通勤、時間と距離はだいたいどのぐらいですか？20分ぐらいで。あ、すかね。はい。なるほど。どうですか？結構寒いんで。ですよね。帽子と手袋は絶対で。結構しっかり防寒されてますね。結構してますね。下にも、あ、なるほど、ライトダウンを着て、上からコート着てます。ユニクロライトダウン。そう。ユニクロですか？ユニクロです。私もユニクロです。あれ、あると最高ですよね。全然違います。そうです。じゃあ、どうですか？漕いできて暖かくなりますか？漕いできたら、やっぱ暖かくなります。良かったです。はい。なんかやっぱり服装にリズムを、色が映えてすごいいいですね。あ、そう。やっぱ黒系になるんで、うん、なんか冬の服装にいい感じで、差し色になります。じゃあこんな感じで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今日も頑張りましょう。はい、頑張りましょう。お願いします。私は、家がめっちゃ遠いので、雨の日は車で通勤してるんですけど、隣の駐車場まで来てて、でも晴れた日は、車で途中まで行って、で自転車をサイクルキャリアに乗せて、そこからお店までの2.5キロぐらい、15分ぐらいを自転車通勤してます。なので他のスタッフよりは距離が短いので、ハッピーな具合にあんまり寒さも感じずやってます。で、私はビズとこの自転車の2台があるんですけど、ビズはサイクルキャリアに積むことができないので、必然的にこっちに乗ってるんですけど、前傾姿勢になるので結構こうガシガシこけてです。で、朝はすごいスピードアップ、早くお店に着きたいので、すごい早く漕いでて、でも早く漕ぐとすっごい体が芯から温まるので、冷え性の私も体をこう温めて仕事に入れるので、すごく気に入ってます。で、私は普段の服装と自転車の時の服装をあんまりこう差をつけたくなくので、ロングコートとかスカートでも乗ってます。結構スカートが多い人はビズとかライトに乗りたいっていう方も多いんですけど、私は工夫しながらロングコートで乗るときは全部もうボタン閉めちゃって、一緒に座ったら案外いけるので、そんな感じで乗ってます。で、寒いから中はユニクロのウルトラライトダウンに通って、お腹にはカイロを貼ってます。で、手袋と帽子とマフラーで防寒バッチリしてます。そして足元は早期の靴下
まだオンラインショップにも残ってます。これは色はモカです。可愛いので、そして暖かいので気に入ってます。で、あと自転車に乗るときはショルダーバッグで着てます。ハンドバッグの時も、ハンドバッグにしてた時もあったんですけど、ハンドルにかけると触れちゃって危なかって私はこけたりするので、今はショルダーにしてます。で、通勤の時にこの気づきベルがあるとすごい便利で、細い道とかもよく通るんだけど、あの前の人がこれで気づいてくれるので、嫌味なくこう快適に進めるのでいい感じです。こんな感じで私は冬の通勤を楽しんでます。じゃあ今日は女性スタッフ編でした。次回の動画は男性スタッフ編をお届けします。お楽しみに。終わり。